皆さんおはようございます。2月1日木曜日午前10時になりました。カラムイカラハイ SOS ネットカララジの時間となりました。パーソナリティは、はい、サイウキビソーチトゥーバカッチンエイビン。おはようございます。沖縄市社会福祉協議会の上原です。そして FM コザスタッフの石坂まなみです。はい、と伊豆でお送りいたします。この番組は地域の行方不明者また認知症行方不明者ゼロを沖縄県社会福祉協議会。FM コザと沖縄県認知症行方不明者家族の会、そして沖縄ハンズオン NPO の協力で FM コザより生放送でお送りしています。皆様どうぞ10時から11時の1時間、最後までお付き合いください。皆様からのこの番組に対するメッセージや曲のリクエスト、そして番組に関する質問もお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp、 いずれも番組名カララジとお書き添えください。ラジオネームも忘れずにお願いします。ファックス電話番号は098-934-8653 934-8653。 また FM コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページからも見ることができますので、どうぞお楽しみください。オープニングの曲はブランドウィングでティーンサグヌ花でした。それでは一度 CM に入ります。心配ですね。
ただいまの時刻10時6分になりました。 FM コザのスタジオからカララジオ生放送でお送りしております。皆さんおはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。ルドロフさんから、はい、イーゾーさん風邪ですかという。熱中すいません、あの声が聞きづらいかと思うのですけども、はい、グブリーサビタン。声が悪いです。カラオケの徹夜ですよね。はい。はい、ね、たくさんなんかメッセージ来てますね。紹介しましょうかね。これ、はい、多分前の番組のあれですかね。ああ。多分。はいはい、こんなのスタッフさんだったんですが、石坂さんよろしくお願いしますと。よろしくお願いします。あ、はい、はい、いろいろ、あ、昨日のちょっとラジオの方で、はい、ちょっとまあ、トピックがこの女性のこの声を聞こうということで あったので、その件でルルルフさんからコメントいただいてますね。あ、はい、ヒストリーはギリシャ語が起源で物語という意味です、うん、ヒストリアご存知だったかもしれませんが、もう一つ女性の人権は全く守られていませんねということで、あと昨日のカララジの印象を少しということで、うん、伝えてくださってます。ありがとうございます。はい、今日は、はい、じゃあ進めていきましょうね。はい、特別にですね、はい、石坂さんも今日来ていただいてます。はい、よろしくお願いします。その今日のトピック紹介する前にですね、行方不明者情報から先にお伝えしたいと思います。この人を探しています。ジャナ・ユータさん、1994年7月7日生まれ、現在23歳です。身長163センチから170センチ、中肉中性、髪型が黒髪で若白髪混じりです。普段は視力が悪くコンタクトレンズを装着しています。最後に確認できた足取り、2017年4月4日火曜日午後5時15分頃に父親の携帯に少し出かけてくるとだけ連絡があり、糸満市の自宅を出た後行方不明となっています。免許証は持っていますが車がないため友人の車で自宅に迎えに来てもらったと思われます。行方不明になる当日に会っていた友人の情報もなく、4月4日火曜日以降本人の携帯に連絡してもつながらない状況です。ジャネユータさんについてお心当たりがありましたら以下の連絡先までご連絡よろしくお願いいたします。糸満警察署098-995-0110、 098-995-0110、 そしてジャナユタさんのお母様の連絡先です。 090-9789-0468、 090-9789-0468 となっております。皆様のご協力よろしくお願いいたします。はい、それでは今日のトピック紹介したいと思います。今日のトピックは復興、明日への絆ということでお話ししていただきたいと思いますけども、はい、はい、今日はですね上原さんですね、はい、この先週、はい、出張の方で行かれた、はい、宮城県のお話をですね、はい、少ししていただくんですけども、はい、またそこで石坂さんもこの大震災があった時の、はいはい、まあ、半年後ぐらいにボランティアで行かれたということでですね、そのこの震災のあったあと直後とまたこの現在の状況をですねお話ししていけたら、意見交換もですねできたらと思いますので、今日はユタサルグッズウニゲーサビラお願いします。はい、では上原さんから、はい、お願いします。先週ですね、1月の24日から、27日にかけてですね、宮城県の方に来ました。主にまあ仙台での研修だったんですけど、まあ、1日時間があったので、宮城県の社会福祉協議会、宮城県社協のですね、そういった震災復興の担当の方、にお願いをしてですね、ぜひ研修させてくれていただいて、もう1日付き添ってくれてですね、いろいろ案内したり、人を紹介していただいたんですが、石巻の方に大川小学校と
という小学校がありまして、いわゆる、74名でしたかね、今でももうずっと裁判して、いわゆる誘導が、避難誘導がちょっと間違ってたんじゃないかということで裁判している小学校があって、そこ行ったんですけど、ものすごく寒い日 でしてね、もうこの一緒に付き添った方ももう降りてもすぐ戻ろうというぐらいのものすごい寒さだったんですけど、朝結構早く9時半10時ぐらいに行ったんですけど、もうすでに足跡があってですね、こんな寒い日誰が来たんだろうと思ったら、その、献花台の方に足跡が続いてたので、多分保護者の方じゃないかなということだったんですけど、多分、まあ、今でもずっとこう、なんていうんでしょうかね、お祈りしてる方がいらっしゃるのかなという感じだったんですけど、まあ、実際見てみるとですね、大川小学校も壁もほとんども、まあ、壊れていて、渡り廊下も落ちていて、もう中は何もないんですね、本当に、すごい津波だったんだなということで、ここは海から3キロ離れてるそうで、まさか3キロのここまで津波が来るんだろうかという、多分そういった考えもあったのかなと思うんですが、もう本当にここを見るとですね、言葉が出ないというか、大変な状況で、もう子どもたちも安らかにっていう感じでしかも思わなかったんですけどね、でここはもう今取り壊すのか、いわゆる何て言うんでしょうかね、復興のこの記念というんでしょうかね、ということで残そうかというので、今いろいろ議論があるらしいんですが、はい、本当に大変なところを見せていただきました。はい、いろいろその先週ですね、上原さんがその宮城県に行った時のこの写真ですね、風景の方をこちら手元にあるんですけども、まあ、この本当にもう今冬っていう季節で、この雪がたくさん降られてる時に行かれたということなんですけども、だいたいその震災があった時も3月だったので、そうですね、少し降ってたってたかな、そんなにまでは大雪ではなかったというのをちょっと聞いてはいるんですけど、まあ、今でもこう裁判中なので、はっきりしたのは分からないんですけど、子どもたちを逃がすためにこの、先生方でも議論があって、山をこう回っていくルートか、もしくはもう山をそのまま登っていくルートを取ろうということで2つに分かれたらしいんですけどね、でその山を回っていくルートを取った子どもたちと先生方が犠牲になったということらしいですね、で山を越えていった子どもたちと先生は残ったということらしいです、まあ、実際この山を回っていく時も途中のこの登山道を目指してたんじゃないかなと、登りやすい登山道があってですね、そこからこう避難しようとしてたんじゃないかなということらしいんですが、実際この登山道が閉ざされていて、門があってですね、入れなかったので、こう回る仕方なく回るルートになったんじゃないかなという説もあるらしいですね。じゃあもうその当時そこのこの巻き込まれてしまって、当事者の方がいらっしゃらないということで、子供たちだけ、子供で2人だったからさ、偶然この津波にこの巻き込まれて、この偶然この山にこの、なんていうんでしょう、流されてというか、たどり着いて2、3人は助かったというのは聞いてるんですけど、ほとんどの方、はい、先生方と子供さんは亡くなったらしいですね。東日本この大震災ではこの、なんていうんですかね、いわゆる普通、まあ、地震だけじゃないですよね、はい、やっぱり地震も含めて津波、そして原発っていうふうに、はい、複合型の、そうですね、やっぱこうね、震災になってますんで、非常にその後皆さんがどういうふうにして、この心の復興も含めてですね、町の復興もそうですけれど、はい、心の復興も含めて、ね、今どういうふうな気持ちでいらっしゃるのかなっていうのを、まあ、本当どう影響、どういうふうに影響を及ぼしたのかなっていうのが、はい、いわゆる仮設、まあ、被災されてその後仮設住宅等に入ってですね、仮設、はいはい、でその後もきちんとした、はい、なんていうんでしょうかね、住宅団地とかに移っていくんですけど、その、団地の方のこの団地の自治会っていうんでしょうかね、そういった運営されてる方々とお会いしてお話聞くことができたんですけど、はい、で実際話聞くとなかなかこういった体験を実は話したことないんだよという、ああそうですか、はい、お互いどうしても話しないし、こうやって県外から来て話聞きに来たっていう方にこう話するのも初めてですねっていう感じで言ってたんですけど、ただやっぱり話することによって何て言うんでしょうかね、自分の考えがこう整理がつくというか、なんかこの、よかったみたいなこともおっしゃっていただいてきましたので、言ってよかったのかなという感じはするんですが、ただそういった感じで積極的にこの活動する方はいいみたいなんですよ、いわゆる団地の自治会に関わったりとか、いろんなイベントにこの参加したりとか、いわゆる部屋から出る方はいいらしいんですが、
家も流されてもう全く何もない知らないと、この団地っていうのはこう希望してというのはなかなかこうできなくて、この抽選というかそういった感じで来るらしくてですね、でそこに入っても全く、いわゆる隣あの団地自体、ま、全く知らない人ばっかりの世界という方で、まあ、高齢者の方、特に高齢者の方って言ってましたけど、中にやっぱり溶け込めなくて引きこもりになってですね、なかなかこの、なんていうんですかね、自分でこの自殺で、命を絶ってしまうという方もいらっしゃるというような話を聞いたんですけど、でそれをなくすためにいろいろこの地域の方が取り組みをしてですね、自治会、あと地域の中でこう、顔の見える関係づくりというのをちょっと取り組みをやっているそうなんですが、はい、石坂さんどうですか。 7年前にちょうどボランティアで向こうの方に行かれたということで、はい、震災が起きた年の、まあ、大体半年後くらいに行ったんですけど、でその時もこのある大学とちょっと関わってるボランティア団体を伝えて行ったんですけど、でそちらの方もやっぱりこの半年経ったということで、まあ、ある程度こういう目に見えるところとかどんどん工事とかが進んでるけど、これからは心のケアが大事だよっていう話をし始めてた時だったので、まあ、この滞在してボランティアしてる間はこのなるべくその実際にその土地の方ともちょっと喋りながらとかいうのも心がけながらボランティアをしました、はい、実際にその現地の方たちとこれ話したりとかコミュニケーションする中で何か感じたこととかってありますか。そうですね、はい、実際にこのその人の家であったり畑とかで作業をしたんですけど、でやっぱ仮設住宅もできていく中で、でもそこにもやっぱり入らないのには理由があって、この自分のもともと今まで住んでたところを離れたくないっていうのが大きいっていうことだったので、まあ、それが足の悪いおばあちゃんであったり普通の家族であったりっていうのがあったので、まあ、なかなかやっぱりたとえ家が危ない状態だとしてもこの仮設に入ったりするのはちょっと心で思うところもあるのかなっていうのは感じました。そうです、はい、熊本でもそうでしたからね、危ないよっていう札が貼られてるところでももうずっと積もったかですね、ありましたので、やっぱり自分の住み慣れた家は離れたくないというのはやっぱり人間の自然な気持ちだと思いますね、はい、そうですよね。よくこのちょうどその震災直後の時に体育館とかに避難した方たちはみんなこの段ボールで作ったもう本当に段ボール1枚で仕切られた状態のところに寝泊まりするっていう状況だったので、やっぱりそういった面でもこのちょっとこの心理的になんか心の嫌なこととかあったりとか、やっぱりプライベートっていうのが なんかなくなったりとかするのもあるので、そこもね、あと障害持つ方は結構自宅戻られたみたいですね、やっぱり避難所では生活できないということですね。自宅に戻られた、トイレの問題とかいろいろあるので、はい、そういったことで戻った方も結構いらっしゃるっていうのは聞いてますけどね。ああそうなんですね。もうあれから7年も過ぎて、はい、あもうね、もうで7年ですか。はい、もう7年ですかね。被災者のこの健康っていうものが、特にね高齢化、高齢の人たち の健康というのはちょっとやっぱり気になりますね。多分やっぱり全くも流されて家も全部流されてたっていう地域の方も一からの生活になるので、生活の対応がですよね、もう全部すべてですね、もう仕事もなくして、うん、お家もなくしてっていう、そこから立ち直るというのはもう結構大変だったと思いますけどね、で今でもそういった先ほど言ったように、まあ、せっかく立ち直ってお家もできて仕事もできたんだけどこう自殺される方もいらっしゃるということはやっぱりどっかでやっぱりまあ心に開いた穴がそのまま継続してたのかなという感じ、まあもう推測でしかないんですけど、はい、見守りとかもやっぱりあるんですか。やってるみたいですね。見守り、はい、社協とかが中心になって、まあ、そういった団地自治会とかもですね、いろいろこの参加してくださいとか、なんか困ったことないですかということで生活相談員という方を雇ってですね、そういった事業をやってるらしいんですが、この生活相談員自身もこの被災された方々を中心にこの、雇用してるので、はい、なかなかいろいろ問題もあるようなんですが、はい、よくね高齢者を地域で支えていくという言葉あるんですけど、はい、その地域さえも今ないのを一から、ねね、一から作ってるところをね、難しいところがあるよね。
ぱり問題は共通している問題は男性はなかなか参加しない。これどこの地域でも沖縄でもそうなんですけど、男性はそういったコミュニティの中に参加しないというのをみんなそれぞれおっしゃってましたね。課題だということはですね、子供たちのこの表情とかですね、こう道行く人々とかね、どうだったのかなというのは。なるほど、そうですね、まあ、大雪だったね、ほとんどあの人と会わなかったんですけど、まあ、全く普通ではあるんですが、もしかしたらですけど、先ほどの一人暮らしでこのみんなの前で明るいんだけど戻ってきた時に一人というのがあったりするのかなという感じはちょっとまあ思うんですけどね、はい、あと災害の、公営住宅ということで災害復興の住宅を作ってるんですけど、まあ、団地の方とあと自分自力でこの再建をして一軒を建てる方とこう同じ地域に住むというと同じ自治会の中でこの一つの自治会を形成するんですけど、やっぱりそこでも団地の方と一軒家の方というんでしょうかね、いろいろまたトラブルがあったりするというのもおっしゃってましたね、やっぱり、この、差別とか区別じゃないけどこのお互いこの違うよみたいなことで出るというのはおっしゃってましたけどね。あ、じゃああまり協力的じゃないの、きちんとやってるとうまくできてるとかもあれば全く協力的ではないところとかですね、うちもそうです、沖縄もそうですけど、もう自治会自体に入りたくないという方もいらっしゃるというのは聞いてますけどね、おっしゃってましたけどね、きめ細かい本当にこういう方たちにもケアが、本当に必要ですよね。ケアの多様化っていうんですかね、はい、もう決められたことを淡々とやるではなくて、やっぱり人それぞれによってその考えていることとかやっていただきたいというニーズは違うんですよね、はい、そうですね、多分、はい、でほっといてほしいという方もいらっしゃると思いますので、ほっといてほしい、そういった方に対してもどうやってケアしていくのかというのも多分課題だと思います、ね、これはもう沖縄でもそうだと思うんですけど、ね、そうですね、で今でも仮設住宅に住んでる方がまだいらっしゃるというのはびっくりしてですね、これ写真があるんですけどね、まだもう7年経ってるんですけど、そこから出ない、カメラでご紹介しましょうかね、映りますかね、あはい、映ってます、映ってます、最初の解説をしていただ、そうですね、ここは石巻に向かう途中の高速道路から撮影したものなんですが、左か一面田んぼなんですけど、あ、左の写真、左になってますか、カメラでと、はい、あ、そうですね、ここは海から何キロって言ったかな、結構離れてるところらしいんです、ここも全部もう浸水したということですね、田んぼがですね水浸しになってたと、で今はもう完全に復活したよということでおっしゃってるのその写真ですね、右側ですね、あ、そうですね、ここが大川小学校につながる川ですね、あ、はい、ここが津波があった川ですね、うん、はい、夜も、はい、海から3キロも離れてるけどここも、はい、津波 に襲われたという川ですね、はい、じゃあこの小学校ですね、そうですね、はい、見ていただいて分かるようにもう壁はもうほぼ全部ない状況ですね、で右の写真が渡り廊下が崩れてる様子ですね、あ、渡り廊下なんですね、はい、これ渡り廊下ですね、で中はですねもう全部もう何もないですね、ほとんども本当にもう、なんか窓もないですよね、そうですね、もうほぼもう工事の途中ぐらいの感じですよね、はい、本当にもう何もないという、津波の威力というのもすごいなという恐ろしいなという感じですね、裏山と校庭が多分、あ、そうです、あ、え、裏山と校庭というのは多分裏山と校庭ありました、はい、はい、ここが岡小学校の裏山になります、ね、いわゆる逃げて助かったという、はい、ここは裏山ですね、はい、うん、でちょっと撮影はお断りします、ご遠慮くださいというのがあったので、この右側のですね、裏山につなぐ校庭の遊び場ですね、ここは、はい、そこのそばにちょうど献花台があってですね、そこの方にも朝早く来られた方もいらっしゃったようなんですけど、はい、ここが、はい、裏山と校庭の様子ですね、じゃあ次に、はい、これが
先輩、はい、すいません、はい、これ女川町という、まあ、福祉センター、地域福祉センターとも病院のところなんですけど、うん、この左側の写真がですね、まあ、海からいわゆる津波があるところから高台になってるんですけど18メートルあるらしいんですよ。で、その18メートルのところに皆さん逃げてきたんですが、あの社協が左側にあるんですが福祉センターがですね、そこの職員が、まあ、勤務中にこの津波がそこ、ここ18メートル高台まで来たということでですね、そこの会長さんこの椅子に座ったまま流されたと、今あの、ご健在なんで笑い話になってるんですけど、その椅子に座ったが助かったよという感じでおっしゃって、である女性職員の方はそのまま流されて、あの男性トイレに流されて、あの私はこの男性トイレで死ぬんだなって思った時に、あの手洗い場で足がついたのでたまたまこの首だけ顔から上だけ出たので気ができたので助かったよと、だからもうほぼもう2回ぐらいまであの多分来たんじゃないかなと言ってましたね。で、ここの病院でも皆さんこの、患者さんとか受け入れしてですね、全国各地からいろんなあのボランティアが来て、あのそこから医療活動をやってたというのもちょっと記録載ってましたね、はい、はい、18メートルのさらに1階部分まで浸水するというのは ものすごい津波だったんだなと。でこのこう景色もこの海は昔こうやって綺麗に見えなかったらしいんですよね、お家とかこう建物とか市場だったんですかね、立ったりしてもう本当に綺麗に何もなくなったよと言ってましたね、はい、もう景色が全く変わってしまったそうですね、変わったってことですね、でこれがあのいわゆる仮設住宅ですね、2000名だったかな、あのぐらいが住めるぐらいの ものすごい、まあ、いわゆる マンモス団地ではないですけど、マンモス仮設住宅というか、ものすごい数のもあって、もう今ほとんどもう出ていてですね、まあ、何世帯かしかないよって言ったんですけど、まあ、それでも今生活している方もいらっしゃってですね、今半分はもう取り壊してずっとあるような状況ですね。であの右側の写真にこの絵を描いてますけども、これはもう自分あのものすごい数あるもんですから、自分たちのこの、住む場所がわからないということで、その目印のように描いたりとか、あとも、まあ、レクリエーション的にですねみんなで描いたというのもあったらしいですね、はい、これ仮設住宅ですね、でもすごく寒そうですね、このあのこの時ですね、あのこの案内した方がもう寒いからもう降りるのをやめましょうというぐらい寒かったですね、地元の方 もう降りられないというぐらい寒かった日ですね、仮設住宅の 2点が多分仮設住宅2の方です、すいませんちょっとバラバラでしょ、はい、最後のページにありますね、はい、すいません、はい、ありました、あ仮設住宅の 2というのが、あ、はい、あごめんなさいすいません、はい、これは、何かというと、先ほど見た仮設住宅よりは少しこの、うん、あの何て言うんでしょうかね、いいというか、あの、なんかプレハブメーカーとですね、プレハブのメーカーとあの、住宅メーカーが作ったプレハブ、仮設住宅の差ということでですね、結構あのプレハブじゃなくてこの住宅メーカーが作った、仮設住宅は、結構住み心地がいいという話をされてましたね、ここも結構まだ住んでる方もいらっしゃいましたね、はい、見た目が違います、見た目も違います、あのだから住み心地も違うって言ってましたね、全然違うって言ってましたね、仮設住宅によっても違うんですか、あの当たり外れというか、運があるって言ってましたね、でこれはなかなか選べないそうなんで抽選なので、だから本当に運って言ってましたね、うーん、そうですね、確かにこっちの方が壁も厚そうで暖かそう、なんか外壁もなんかおしゃれっぽいんですよね、なんか、はい、なるほどなと思ったんですけどね、次あの集会場行きます、はい、あ、はい、ここですね、はい、ここは、石巻の、蛇田という地域らしくてですね、ここはもう昔、はい、あのほとんど人もいない、あ 何もないというんですか、寂れた町だ、うん、あこれなんかないかもしれない、あの町だったんですけど、この復興住宅が全部こっちに移ってきてですね、うん、ものすごい、まあ住民の数が増えて、新しいコミュニティができている、新しい町ができているところなんですが、うん、そこであの団地 あの集会所でですね、あのお話聞かせていただいたんですが、まあ、お話聞かせていただいた方の中にあの、投石を受けていて、当時ですね、もうその時津波が来て、もうガソリンもないどうなるんだということでですね、それの話をされてたんですけど、もう、でも投石が先だから、もう高速道路が通れないかもしれないけど、どうにかこの、行ってですね、あの
40キロとか相当離れてるところに病院って帰れたらしいんですけど、そこに行ったらもうガソリンもなくなって、でたまたまその病院はあの、自家発電があってその透析ができたらしいんですよ。で、そのためにもこの方もお家に戻らなくてもしばらくはこの透析のところにですね1ヶ月ずっとかな、ずっとここにいたらしいんですけど、はい、そういった方とか、あと、もう一方もあのがんの治療で、当時もう入院中だったらしくて、まあ、はい、まあ、落ちとか被害にあったらしい、本人は何もあの、被害がなくて、当日、ただしその時に私は入院してたので、あの何もできなかったと、誰の手伝いもできなかったし、何の手助けもできなかったので、だからこそ今この方今その団地の役員とかですね、いろんなことに関わってボランティア活動されてるんですけど、だからこそ私は今こういった活動をしたいということでですね、もうあのそういった地域づくりとかに関わりたいという、やっぱりそういった方もあのいらっしゃるようです。で、建設業の職員さんもこういった方結構いるよということでですね、何かの役に立ちたいということで被災したんだけど役に立ちたいという感じでおっしゃってたということですね、はい、という方もいらっしゃいましたね。最後にこの、あ、そうですね、で今あのそれぞれ新しいのも災害の公営住宅とかですね、はい、あとあの、はい、これあの団地タイプとあと一軒家タイプ、まあ、一軒家 もういろんな種類があってですね、あの2階建てとかいろいろあるんですけど、はい、あのそれぞれも今あの全部も高台というんでしょうかね、津波の被害がないところに今根さん作っていらっしゃろうという、あのいわゆるここに建てなさいとか、ここにあの行政の建てたところに住まれてということなんですが、あの中にはやっぱりいや元のところに建てるということですね、あの行政 の命令を無視してまた同じところに建てる方もやっぱりいらっしゃるそうですね、もうどうしても自分 の生まれたところ離れたくないということですね、その気持ちわからないではないですよね、そういった方もいらっしゃるとおっしゃってました。であの全体通してこう、見ていくとですね、あのまだまだもう工事がものすごいんですよ、だからもう7年経っても全然あの、まあ、少しずつ復興はしてるんですけど、全面の復興っていうのはなかなかまだ道のりが遠いなという感じですね、はい、もうずっとずっともう工事は続いてると言ってましたね、はい、ツイキャスでルドルフさんからメッセージ届いてますね、まだまだ大変ですね、でも復興住宅の件から撤去の時期が近づいていますね、潰れた家でもお金のある人はすぐに解体できましたが、お金のない人は解体もできず、それが今なお地域社会の分断になっていますね。あ、そうですね、はい、あの先ほど言ったこう団地の方とも、こう一軒家の方との差点でしょうかね、はい、そういった、ことでまた、はい、いろいろ圧力が生まれてるみたいですね、はい、地域の。ただあの一軒家を建てられた方もですね、いわゆる何でしょうかね、まあ、無理してというかこう、なかなかそれを建てるためにいろいろこの、お金の苦労をされてですね、建てたはいいんだけどまたそれでいろいろ苦労して、まあ、亡くなられる方もいらっしゃるというお話もされてます。これは今後の課題だと言ってますね、やっぱりいろんな、いろいろ団地の方を中心にこのケアしてたんだけど、それであのいろいろお家を建てた方でもやっぱり心のケア必要だねということをおっしゃってましたね、はい、そうなんですね。お仕事とかも皆さん今はもう普段通りされてる方が多いですか？あの、はい、仙台市内は結構まあ普通に生活されてるので、あのほとんどこの仕事なくなった方は仙台に移るって言ってましたね、はい、仙台の方で仕事を探すと、であともう沿岸地域はもう漁業の方、高齢の漁業の方も辞められた方もいらっしゃるって言ってましたね、もう仕事、あの船もいわゆる船も流されて、まあ、もちろん新しくこの船を買われた方もいらっしゃるそうなんですけども、なんでしょうか、心が折れたというか、もう漁業もあの業務に出ないということでですね、それであのもう、漁業辞められたという方もいらっしゃるそうですね、はい、農家とか、そうですね、もうそうでしょうね、はい、うまくこの畑がこの復活できた方はいいと思うんですけど、なかなか大変らしいので、あの海海水をかぶった畑をですね、復活させるの大変って言ってましたね、飯塚さんを見てどうですか、はい、今、はい、そうですね、なんかこの仮設住宅とかいうのがこういう公営住宅であったりいろいろできているところを見ると、うん、まあ、復興に向けて進んでるんだなって思いつつも、やっぱり話を聞くと全然、まあ、進んでない面もあるんだなっていうので、はい、なんか自分たちが、まあ、沖縄だから離れてるんですけど、うん、これから何か手伝えることが
あるのかなっていうのをちょっと考えますね。遊びに来てくださいって言ってましたね。別に手伝いはいいから手伝いから遊びに来てくださいと、うん、っていう感じでおっしゃってました。普通にこの、立ち寄ってもいいからぜひ来てくださいということで、うん、嬉しいね。そうですね、多分このやることによってまたそれが復興につながったりとか、うん、支援につながったりするんじゃないかなと思うんですけどね。やっぱり交流することによってその現地の方たちはパワーをもらえたりとか、はい、そうだと思いますね、はい、明日この未来への希望っていうのが、はいはい、持てるとかっていうことですかね、はい、だと思いますね、はい、遊びながらもこの経験とかですね、はい、やっぱこう被災地からのこの教訓ですね、はい、そういうふうな共有化ができたら嬉しいですよね。そうですね、うん、あちこちでね防災っていうことで、はい、今取り組んでる自治体もありますんで、はい、ありますね。やっぱこういう被災地の方々からの意見っていうのはすごく大きいなっていうふうには感じますけれども、多分そういった被災された方とかそういった支援に携わった方がまたそういった他の、市町村とか行政とか、うん、社協とかにこう伝えていくというのも多分大事な役割かなと思いますね、うん、そうです。伝えることが多分おそらく一番いい復興の、ね、うん、あれなんですかね、ね、忘れないということかもしれないですね、うん、はい、結局そんな絵があっても使えなかったというか、うん、そういうのもありますよね、はい、絶対に。そうですね、はい、うん、まあ現地の方もそうだし、まあ、熊本の方もおっしゃったんですけど、うん、まさか地震が来るとは、まさか津波が来るとはっていうことはもう皆さんおっしゃってましたので、現地に行って見て学べるものというのがやっぱあるんですよね。ありますね、はい、まあ、いろいろニュースから報道して新聞メディアから分かっているんですけど、はい、行かない人たちは、う、ね、もうこの特に大川小学校を見るともう言葉が出ないですからね、もう見た時にもう、グルルーさんから一人にできることは少ないですからってことで、でもおそらくみんなで協力してやることが一番ですよね、うん、防災よりは起こった後にどうするかを考えておくことの方が大事ではないでしょうか。災害は避けられないのでってことで、うん、起こった後のケアとかですね、はい、先ほど言ってた心のケアとか、ね、あとはいろいろですね、その方たちの生活がちゃんと、うんうん、その復興の時にできていくかっていうところももっと対策っていうのが必要になってくるんですよね、うん、いや役に立ったこの、もうこれはいいよ、この知識は持っていた方がいいよとかですね、あ、このこれは役に立ったよっていうのがなんかあると思うんですよね。あ、うん、そうですね、この方々の経験で、はい、いろいろ僕らも防災の勉強をするんですけど、はい、いや、いざという時にはこれが役に立ったよっていうのを、うん、もういけるならなんか聞いてみたいですね、うんうん、そうですね、この、まあ、正しい知識とかですね、もしかしたら我々は沖縄にいながら間違った知識で、うん、防災に備えてるかもしれないしね、うん、備えるっていう感覚がもちろんない場合もあるからね、うん、あとそうですね、自助共助、まあ、公助という言葉があって、うん、まあ、自分でまず助かってで、うん、余力があれば隣近所助け合いましょうみたいなことがあったんですけど、うん、この宮城の方、まあ、一部の考えかもしれませんけど、共助を先にやった方がいいんじゃないかということもおっしゃっている方もいました、ね、共助ですか、隣近所でみんな助け合って、うん、それがいわゆる自助につながっていくんじゃないかなという、最初からこう隣近所でみんな助け合いましょうみたいなことを地域で作っていった方がいいんじゃないかという考え方もあるよという感じでいう方もいたんですけどね、うん、これはそれぞれだと思うんですけど、うん、普段からこの地域づくりというかね、うん、そうですね、大事ですね、みんなでこの助け合うような地域づくりがとても大事なんだよと、うん、いうことはおっしゃってましたね、うん、はい、先ほど冒頭で上原さんがおっしゃってた向こうの社協さんの会長が椅子に座ってたから助かったっていうのは、あと流された時にこの椅子が浮いてたってことですよね。浮いたらしいですね。多分会長だから、偉い椅子だったんで、なんかふわふわだったし、椅子が。身の回りのもので、結局救われたっていうのは、日頃自分が使ってるもので、救われたとか、自分の職場で、救われたっていうのは、トイレで、先ほどおっしゃったこのまた女性の方も、トイレの洗面台ですよね。洗面台って、
結構1メートルぐらいですね。そうですね、はい、ここに足がついたっていうことは首が出たって言ってますけど、ね、首が出たと、もう天井までトイレの水があるということですね。じゃあもうこの洗面台がなければもうこう多分溺れ死ぬところだったということですよね。はい、多分だろうなっておっしゃってますけどね。はい、18メートルの高台のなおかつこの1階部分ですからね。1階部分20何メートルの津波かなということですよね。でその場所から3キロぐらいのところに海があると。もうそうですね、 3キロ。この女川はすぐなんですけどね。あ、女川すぐ、すぐなんですけどね。みんなあの見てたらしいんですけど、まさか津波が来るかっていうのは、まさか そこまで迫ってるっていうのは、ね、ね、本当に、これ食べ物とか、まあ、あの震災直後は皆さん非常食っていうのがあると思うんですけれど、はい、炊き出しとかよくやってましたよね。あ、そうですね、はい、今どういう感じで。あ、これも詳しくはちょっと聞いてはないんですけど、はい、まあ、今回のものではないんですが、以前あの社協の方にこの、福島の方からこの避難した方で相談に来られた方がいたんですけど、震災直後はもう何日かというとかな、ずっともう凍ってるおにぎりばっかり食べてたって言いましたね。凍ってるおにぎりが凍ってたって言ってましたね。夜どっかから持ってきたので食料あったんだけど、夜温かくないのを何日か最初食べてたんだよっていうことをおっしゃってたので、夜最初も大変な状況だったんじゃないかなと思いますね。炊き出しができたのは多分、1週間とかそういった頃じゃないかなと思うんですけど、ね、でも電気がもうないわけですよ ね、 すね、はい、たまたま自家発電がある病院とか、そういったところはいいと思うんですけど、ほとんどのところないと思いますので、はい、いや、凍ったおにぎりを食べるっていうのはね、そうですね、初めて来ましたね。こういった状況だったよっていうのはちょっと、はい、以前相談に来られた方がいたんですけどね。やっぱりこうそこから見えるのは、この日頃備蓄してる食べ物っていうのはとても大事だなっていうのが、はい、感じるんですけど、おそらくこの時はこの備蓄の話出てなかったので、多分備蓄してるところなかったと思うんですけどね。多分、まあ、熊本でもそう言ってましたので、なかなか備えっていうのは、そうですね、予想が多分なんかつかなかったとは思うんですけどね。うん、熊本と宮城県同じ被災し、まあ、地震、まあ、いろいろ福岡型の被災を受けた宮城県もあるんですけれど、この両方にてですね、上野さん、この人の心っていうんですかね、はい、ここはすごく共通してるなとか、ここ沖縄のこれからの人たちも生かせるなとかですね。まあ、大きな共通しているところ、大きな違いというのが、多分津波があったかなかったかかなと思うんですよ。あ、津波があったかな。東北の場合はもう家も全部流されて、もう仕事場も流されてっていう方も結構いらっしゃったというお話でしたので、まあ、心のケアというのが大変だったと思うんですけど、まあ、熊本の場合は もちろん大きな被害だったんですけど、家は結構残ってたりとかですね、あったので、そこが大きな違いかなと思いますが、まあ、もちろん東北も7年も経ってるので、熊本と直後私行ったんですけど、違いに比べられないんですけど、まあ、お会いした方は全員こう明るいというかですね、体験談こうだったよ、ああだったよというのをこう、まあ、面白おかしくというか、明るく話されて、明るく話されて、はい、熊本の方 もう、まあ、明るくてですね、まあ、もちろん表面上かもしれないですけど、それがちょっと、まあ、全員が全員も、全部そうだったとは言えないんですけど、ね、結構そういうふうに明るく振る舞っている方も いたよというのがちょっと共通かなと思うんですけどね。防災グッズで、一番何が必要だったというのがありますかね。お金じゃないですよね、もう何もないんでね。買うものもないっていう感じだと思いますので、なんかこう公衆電話が役だったっていうのは前なんか聞いたことがあるんですよ。そうですか、ね、携帯電話がつながらないわけで、ね、公衆電話がつながるものがあって、そうですね、まだつながるところがあれば、はい、携帯よりはずっといいと思いますね、はい。多分寝袋とかそういったものはもう必要かもしれないですね、寒いところは。ヘルメットとかどうですか。ヘルメットも多分必要だと思いますね。いろいろ、はい、必要なものあると思うんですけどね、で、また自分の家に戻った時に崩れかける時がありますよね。あ、そうですね、戻られて亡くなられた方も結構いらっしゃって、されてましたね。あと前上原さんがおっしゃってたのは乾電池、はい、結構必要だよっていうことを聞いたことがあるんですけれど、あ、乾電池、はい、言ってませんでしょ。あ、乾電池は何したかね、何すいません、
懐中電灯とかを使ったりとか、はい、必要ですよね、うん、いろいろ予備の電源になるっていうのは、そうですね、やっぱこう震災が起こった時にアナログ的なものってやっぱこう強いですよ ね、 そうですね、デジタル的なものより、それこそラジオとかですか、ラジオですよね、ラジオ、はい、ラジオ大事ですね、ラジオとかあの乾電池とですね、うん、あともう水でしょうね、大きいのはもう水、水、はい、水はもう水、ね、そうですね、うん、やっぱ体を清潔に保たないといけないっていうのもありますよ ね、 そうですね、水が出ない、水がないってなるときはね、うん、ルルフさんから来てますよ、あの阪神の場合は公衆電話が役立ったってありますね、あそうなんだ、東北では TW が役立ったってあるんですか、ツイッターですかね、あ、ツイッター、あー、うん、あー、まあ、いろいろこの SNS を使って、うん、この家族 の、 その息とか安否を確認したりとか、そうね、あ、うん、はいはいはい、何かメッセージ残したいっていうのはやっぱあるんで、はい、ね、意外にペンが必要だったりとかですね、うんうん、あ、なんかこう身の回りのものってやっぱり大切ですよね、うん、生きていくために何か役立ったっていう、うん、先ほどの椅子の話はすごく衝撃的ですね、びっくりです、まあ、はい、あの今健在なのでこう笑い話でになってるんですけど、うん、本当にもう、そして予想外なものがこの命を助けてくれるっていう、あとはもうその判断でしょうね、うん、あの生き残った方とこう津波に巻き込まれた方 の、 この違いというのは、こうせっかく助かったのにまたお家に戻ってしまうとか、それも多分大事なものを取りに行ったりとかということだと思うんですけど、あの、まあ、助かった人の中にはあの鍵閉めに行ったという人もいるんです、鍵閉めるんですか、あのお家の鍵を閉めに戻ったという、まあ、この方助かったらしいんですけど、流されて津波が来るのになんで鍵閉めるのっていう笑ってたんですけど、うん、でもそれぐらいも判断、うん、判断力がそうですよね、通常鍵閉めるからもう津波の時でも鍵閉めるという、やっぱ今どこで被災するかで、その職場なのか外なのか家の中なのかでどういう状況なのかってこう状況判断ができないといけない、景色解読をして行動に移さないといけないということですよね、はい、その判断力でしょうね、うん、とても大事なのは、ね、まあ、でもなかなか難しいと思いますね、うん、大きな災害が起こった時に冷静にこの判断ができるかどうかというのはやっぱり普段の心構えというか、うん、そういったのがないと難しいかもしれないですね、うん、戦を生きてきた人たちっていうのはやっぱりそこの、まあ、生きるあり方っていうのが身についてるんで、うん、まあ、そこもまた一つあの防災、今後の防災にかけてはやはりこういう、まあ、身近な人たちからまた学ぶっていうことも大事なんでしょうね、はい、そうですね、そうですね、もう、はい、じゃあ、あの一度 CM に入りましょうね、CM ね、うん、はい、
大花翔くんもそうなんですけど。ただいまの時刻10時51分になりました。 FM 小座のスタジオからカララジオ生放送でお送りしております。今日のトピックは復興明日への絆ということで、はい、あの東北大震災についてですね、あの今復興のことについてお話ししております。今日あの石坂さんもですね、はい、一緒に入ってもらって、はい、お話ししてるんですけども、どうですか石坂さん、お話を聞いて、いやこの、7年くらい経った後の話をいろいろ聞いた中でも、やっぱりこれからも支援をしていかないとなっていうのがあって、でちょっと私も実際ボランティア終わった後にまた観光とかで訪れようと思いながらもまだ行けてないので、もうこれを機にぜひとも一度また足を運びたいなと思いました、向こうの人たちからしてみたら、この災害にあったっていうのは、まあ、やがて7年経つんですけど、この風化をしていく、災害をした人たちのこの記憶が風化していくっていうのが生かされてないっていうのはすごく残念に思うことじゃないかなと思うんですけど、ただのおっしゃってたのはあのもうその1年ぐらいはこの何が何だか分からなかったという、何が何だか分からない、もうあまりにも目まぐるしくこうあの何ですかね、生活が変わってしまったので、そういうのもあるみたいですね。何をすればいいかが分からないっていうあれですよね。石坂さんがおっしゃったようにこう遊びに行くっていうのも大事、あのいいかもしれませんね。とてもいいところでしたので、あの魚も美味しいし、食べ物とても美味しいんですよ。皆さん元気があってですね、あのなんか笑顔もありました。そうですね、はい、いろいろご飯を食べるときとかですね、はい、案内する方たちとか、そうですね、あの食堂に行ったんですけど、女川町のこの港の食堂にですね、港の食堂ですか、はい、これがあのおすすめだよみたいな感じで、はい、とても美味しいのがあったんですけどね、イワシ丼っていうのを食べたんですけど、イワシ丼、なかなかイワシっていうのはあの生で食べられるのないんですけど、はい、美味しかったですね。そういうのを楽しみながら行くのも一つ、そうですね、はい、楽しいとこたくさんありましたので、皆さんが来ると生きがい作りにやっぱりつながるかもしれませんね。外からいろんな人、はい、遊びに行くと、そうですね、どうしてもあの地元の方のみではこの、なかなかこの観光というのは難しいですので、はい、やっぱり外部からあの他の県から来るとかですね、はい、ね、まあ、今あのまあ、新しく町ができて人口が増えているところと逆に人口がどーっと少なくなっている地域があるんですよね。そうですね、あの、原発原子力発電所があの町はもう原発のところあの、人口減で町の存続が厳しいなという声もあるみたいですね、はい、やはりもう原子力原発のでの町原発のでの、 あの、まあ、経済というんでしょうかねの町だったようですので、それが今、停止しているのでもう皆さんも移動してですね、だいぶ人口が減ってるよという話をされてましたね。ルルルさんから寄り添うことが大切なんでしょうね。そうですね、コミュニティを作るっていうのは大事だと思います。寄り添うっていうことよね。お互いです、全国みんなそのお互い相手のこの気持ちとかですねちゃんと理解して、その寄り添い合うっていうことが一番のこの復興につながることなのかなっていうのを感じましたね。うちからの声もね、あれだけど同じ体験を共有してるからね、外からの声もやっぱり嬉しいなと思っていただいてるんだったらこっちも嬉しいですね、これからもまた寄り添って見守っていけるようにやりたいですね、またよろしくお願いします。はい、もう時間ですので、はい、終わりたいと思います。昼夜一平二平デビル、あの上原さん、そして石坂さん、あの貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来週ですね、よろしくお願いします。ドゥルルーさんもペニフェーデービル、世の中の銀のおたるさんもメッセージありがとうございました。はい、それではまた来週よろしくお願いします、ありがとうございました、さよなら、ありがとう。